こんにちは。世界を楽園にする映画監督アーティスト増山玲奈です。毎週ドラゴンジャーナルお聞きいただきましてありがとうございます。本日秋葉原にできました AI アートミュージアムよりお届けしております。はい、本日素晴らしいゲスト様にお越しいただいております。こちらに来てくださっているのが、人と猫の共生を図る、はい、対策会議代表の、保護猫団体代表の内田明さんです。内田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、内田さんの手元には素晴らしいアート作品がございますが、あとで YouTube や Facebook でご覧いただけたらと思うんですが、今日お話しさせていただくのはこちらの、サムライと猫ちゃんのアートですね。こちらから発生したプロジェクトをご説明させていただきます。こちらの作品に出ている能衣装をまとわれているサムライ様もこちらにお越しいただいております。はい、はい、舞楽座代表宗師家元の、源幸四郎さんです。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、源幸四郎です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、また番組を一緒に作り上げております経済総合分析株式会社の木下博之社長も、ご参加いただいてます。木下さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんにちは。はい、早速なんですけれども、今私たち、源さんたちと一緒に作り上げたAI アート集団パラミタという、アート集団がですね、ドバイにデビューすることになりまして、はい、3月の9日から世界最大級のアート展示会、国際アート展示会、ワールドアートドバイに参加いたします。秋葉原から世界に旅立つわけなんですが、その旅立つ時にですね、一緒に猫も旅立ちたいなというふうに、考えまして、今このようなアート作品を、多数作っております。源さん、こちらすごく上手に描かれてますけど、どんな風に作った作品なんですか？これはですね、この浮世絵風に描かれているんですけれども、実はこれ画像生成 AI というもので、はい、こういう絵を描いてちょうだいっていうふうにお願いすると描いてくれるっていう、仕組みを使ってですね、作られてるんですね。はい、びっくりするほど詳細に着物とか刀を持っていたりとかいうふうに、そして一匹一匹表情も違ったり、また痩せたスリムな猫ちゃんだったり、ふくよかな猫ちゃんだったり、いろんな猫ちゃんがいます。でこれを作るきっかけになりましたのが、実は内田さんからご依頼をいただきまして、こちらの作品、サムライ猫を、制作したことがきっかけになるんですが、はい、内田さん、こちらの、作品をご依頼いただいたきっかけやその思いを教えてください。はい、まず源さんの、はい、そのキャラクターといいますか、その演舞が素晴らしくて、 ありがとうございます。はい、それと私猫のボランティアやってますので、はい、猫となんかこうくっつけられないかなと、そういうふうに発想しまして、画伯にお依頼をしたということです。そしたらこういうものが出来上がってきたんで、はい、素晴らしいなと思いまして、感激しております。ありがとうございます。正直最初ご依頼をいただいた時に、サムライと猫でというご依頼 が、どうやって能装束を着て清掃をした源さんと猫の絵というか組み合わせてっていうの、あれどんなイメージなんだろうねっていうので、う最初はうーんっていうふうにこうやって思ってたんですが、このそれ以前からですね、去年の8月ぐらいからこの AI アートに取り組んで、それでその能王展、能王横浜展とかにね、はい、8月15日から大きな展覧会があって、そこにもこんな2メーターぐらいのね大きな AI アートを展示したりとか、いろいろ取り組んでた経緯から、
じゃあこれちょっと猫ですね、猫も侍の格好をしてみて、いう絵をちょっとこう浮世絵風にしてね描いてみようかって言ったら、思いのほかいいものが次から次へと生み出されて、はい、はい、こちらは実際にある風景でして、岩手県の一関市、そうですね、室根という地域にございます、うん、源の、吉家公が矢を放った、その矢が当たった、宿目石があった、場所で、一橋進学塾の岩手合宿所の施設の中で実際に撮影した写真をもとに作られていまして、そうテラスというかね、はい、こう建物合宿所から張り出した、はい、あの舞台みたいになってるんですよね、はい、でその実際 の, あの風景の中に、でその野外舞台として源さんがあの能を、源の義経公が、壇ノ浦とか屋島で戦った時の、屋島という演目を披露してくださった、ね、その時はその日の写真を元にしております、すごいこの背景の、はい、まあ、自然、はい、ほぼもう人工物がないんですよね、はい、でその中でのこう青い空とのコントラストが結構評判が良くてね、はい、でそれをちょうどタイミングが あったのでそれと組み合わせてみようかっていうのでね、はい、そうですね、その空間の中に、うん、実際にはその時はいなかった猫ちゃんが現れてるという設定ではい、はい、そのまあ地面に猫ちゃんが座ってたりとか、舞台上と、ね、舞台上でと、それでちょっと能面をかけてるようなね、はい、雰囲気の子もいたりしてね、はい、それがなかなかぴったりきてですね、あの踊ってる猫ちゃんもいれば、飛んでる猫ちゃんもいると、で源さん の, あの扇を持たれてる右手、左手の上には、ね、源さんの腕に楽しそうに座ってる猫ちゃんもいるんですね、でこれ制作してたらなんか楽しくなってきちゃいまして、そう こ, れはですね、でこれはこの1作品で終わるのはもったいないんじゃないか、そうそうそう、ということになっちゃいまして、ちょっと今まで作ってたものとは全く違う異質というか、はい、あのね、なんか可能性を感じて、どの猫もどの猫も可愛くて、でこうトレーニングとかをしながら、ね、ニヤニヤしながらすごいほっこりくるんですよね、ほっこりくるんですよね、これは、はい、本当になんかこう平和を訴えるのにすごくいい、はい、そのシリーズというか、はい、になり得るんではないかっていうのがね、そうですね、はい、でこの猫のシリーズをちょっとシリーズ化して、そのドバイのワールドアートドバイでも、紹介していこうじゃないかということに、そうそうそう、なりました。で実際あのジャパンプロモーションさんが現地で、ブースを作ってくださって、株式会社クラブハウスさんの、ご協力のもと、あの私たち現地での展示ができるということで、猫のシリーズももう本部に送りましたら大反響で、ぜひあの持ってきてほしいということになりまして、あの今に至ります。でそこで思いついたのが、あのただ展示のスペースにですね限界がありまして、こう全員連れていけないんじゃないかなっていうこともあって、であの総選挙っていう形でどの猫ちゃんを作品にしてドバイに持っていくのかっていうことと、あとちょうど今私が仕込んでいる侍の応援ソングを今月収録してドバイにも持って行って、映画のキャンペーンソングみたいな形で活用していこうと思っている曲があるんですけど、はい、それを猫ちゃんが歌うみたいに猫アイドルにしたらどうかということもちょっと同時に考えておりまして、うんうん、木下さんがあの取り組んでおられる VTube をちょっと私たちもこの機会に猫で挑戦してみたいな、うん、猫の VTube でアバターで、ひょっとしたら今後源さんが脳を猫で舞ったりとかいう技術がまだないんですけど、もしかして、ね、そういうことも可能かもしれない、はい、あの活動しながら、あ、その技術なら自分提供できるよとかいう方たちと一緒にワイワイ盛り上げていけたらいいなと思ってます。いかがでしょう、木下さん。そうですね、あの猫の側というのはもう できているから、やろうと思えばできると
あの昨日もラジオ収録を一緒にさせていただいてたんですけど、その仮想空間 VTube なんかが、あとメタあのメタバースとかアバターとかその架空の、仮面をかぶった世界観っていうことと脳っていうのが実はシンクロしてるんじゃないかということを以前あの昨日おっしゃってましたね。はい、はい、あのぜひその猫ちゃん VTuber あの歌手化計画みたいな、うん、猫を国際デビューアイドルにしようみたいなことをですね、うん、ここ秋葉原から皆様のお力もお借りして盛り上げていけたらいいなっていうふうに思っております。でまたそういった活動を、する中で、早速あの AI アートミュージアムこちらは、昭和通りから徒歩3分、あのベック秋葉さんの4階をお借りしてアート展示をしてるんですけれども、早速すでにですね、猫ちゃんのアートが、数枚、売れまして、こういった形で皆さんにアート作品をこう購入していただいたりしながら資金も作っていきたいなと思っております。でまたドバイに向けてもまだ私たちの制作費や渡航費滞在費も足りない状態ではあるので、まあ、売上の一部はあの自分たちの活動費というふうに当てながら、利益の中の一部を、社会がより平和になったり猫が住みやすくなる活動に活用していただけたらいいなというふうに考えてるんですが、今日あの内田さんから、すごく素敵なアイデアをいただきました。あのウクライナ の, その保護猫、猫の動物愛護団体があってそこに寄付してはどうかっていうお話をいただきまして、あの、その思いを教えていただけますか。もうご存知のように今ウクライナはまあ大変な状況になってしまっているわけですね、大勢の方が亡くなっていると思います。当然あの飼い主を失った犬や猫が路頭に迷っているわけですね。でまたその路頭に迷っている犬や猫を保護している、ウクライナの現地の人たちもいらっしゃるわけです。でそういう方たちを、まあ、日本から、何らかのその応援をしたいなということで、カンパを、送れないかというふうに、まあ、考えたわけです。素晴らしい活動ですね。もともと木下さんは今のアイデアいかがでしょうか。はい、そう思います。やっぱりとても良いアイデアだと思います。ぜひやっていきましょう。ありがとうございます。最初は内田さんご自身がいつも夜になると増山さん夜8時からは保護猫にご探しに行かなきゃとかご飯をあげに行かなきゃいけないとか、すごく深夜も活動されてて、そういった活動を内田さんご自身で普段取り組まれているので、内田さんの団体に寄付がさせていただけたらいいなっていうことを考えてたんですが、今日そのことをご相談したらむしろウクライナの猫ちゃんたちにその思いを届けたらどうですかというふうに言っていただきました。源さんはそのアイデアというかこの作品を作りながら平和についても考えながら作ってましたが、いかがでしょうか。そうですね、そのウクライナのその戦火の中でのなんか猫ちゃんのね写真っていうのがね、はい、見た時にそういう全くの罪のない猫ちゃんがこう困っているっていう状況、これをなんとかしたすることができればなっては思ったので、まあ、そういうのと合わせてですね、はい、まあ、平和について取り組んでいけたらいいかなって。こちらですね。こちらですね。これ本当に衝撃的でですね、はい。衝撃的なこの写真がですね。もう涙が出るようなですね。はい、この、はい、こうなんていうのかな、情景なんですよね。はい、こういったものをですね、まあ解決するような、ことに何かこう一助になれればね、はい、いいなという気持ちですよね。はい、こちらは内田さんが企画をされている、講演会で2月の23日、祝日木曜日の2時から、
午後2時から午後4時まで専修大学神田キャンパスの7号館3階の731号室で、戦場ジャーナリストの司馬玲さんと、安田純平さんの講演会が企画されるということで、こちらの、チラシを私作らせていただいたんですけど、この表紙になっているのが、ブチャで、司馬玲さんが、撮影されたその猫ちゃんの写真なんですが、何とも言えない顔してるんですよね。はい、本当にね、はい、これは衝撃的な写真ですよね。あけび書房さんから、元 X の杉蔵さん の、 推薦コメントもありまして、ウクライナ危機から問う日本と世界の平和という本が出てまして、司馬さんのご著書なんですけれども、司馬さんにもちょっとご協力をいただいて、ぜひ私たちの猫アート活動を、この世界の平和に一歩つながるような活動につながれたらいいなと思っております。なんかこうやっていろんな方の優しさがつながっていくっていうのは素敵なことですよね。そうですね、はい、何の罪もない動物たちに少し、還元したいという思いがありますね。はい、この、動物たちの活動に取り組むきっかけになったっていうのは、内田さんはいつからこういった保護猫活動をされてらっしゃるんですか？活動を始めたのはおよそ20年前です、はい、でその頃はもう東京都心部も含めて、はい、都内どこにでも多数の野良猫がいたわけですね、はい、でその野良猫たちを見ていて、やはり見ていられなかったわけですね。で、まあ、捕まえて不妊矯正手術をして、野良猫の寿命はだいたい3年と言われてますので、はい、3年ごとに手術をしてあげれば数が半減していくわけですね、はい、で一方手術ができない子猫は保護して、里親さんを探すと。ということで、不幸な猫たちを少しでも減らしたいというふうに思ってこの活動を始めました。素晴らしいですね。そういった内田さんの活動で、今港区では野良猫がほぼいなくなったっていうことなんですけれども、そうなんでしょうか？そうですね、都心部で、はい、野良猫が歩いている姿を見るっていうのはもうむしろごく稀になったと思います、はい、それだけいわゆる地域猫活動、はい、が普及してきた結果だろうと思いますね、はい、ただやはり都県境の面積の大きな区ですね、はい、そういうところではやはりまだ多数の野良猫が残っていますので、これからやはり、そういうところも、地域猫活動、これを進めていかなければいけないと思いますし、その時にはやはり行政による助成金というバックアップがもうこれ絶対に必要ですので、はい、やはり政治行政と連携しながら、愛護活動を進めていくとということが必要だろうと思ってます。なるほど、こういった保護猫活動をされている姿を私も拝見しながら、こう猫ちゃんに思いを寄せるとかいうこと自体がすごく大切なことだなっていうふうに感じています。で、そうやって猫ちゃんに思いを寄せられるようになったら、その後翌日会った人にもなんか優しくなるというか、いろんな、こう想像、人のことを理解しようとするというような、こう人が優しくなることにつながる気がしてます。源さんはこのシリーズを取り組む以前に、その多様性とかダイバーシティについて思いがあるというふうなことをおっしゃっていました、はい、で、はい、今回このいろんなねスタイルの猫ちゃんがいて、それぞれが共生しているという世界観を表現しているわけですけれども、はい、こういった作品を取り組みながら、そのダイバーシティへの思いを教えてください。そうですね、ですね、やっぱりまずはですね、実はもう私たち自身がその、まあ、表現者には結構多いタイプかと思うんですけれども、
まあどう言ったらいいんでしょう、ちょっといわゆるその発達障害的なね傾向があったりとかして、はい、まあ、あの見た目は全く普通の、普通の人と、まあ、見た目も普通じゃないですけど、今ちょっと私が言うと説得力がないんですが私が毎日着物で、非常にこのエスカレーターなんか登るとですね、もう向こう側の人が全員振り向くぐらいのね、あのインパクトをこう持ってるみたいで、いや私自身はもう慣れてしまって全く見られてる意識がなくて気をつけなければいけないんですけれども、まあ、ごめんなさい話が逸れてしまいましたが、まあ、あの中身がですね、もう一般の方とは若干ねこう乖離している部分あるんですよね。生きづらいところあって、ね、突然なんかこうすごい集中力で何かを始めてしまって他のことがそっちのけになってしまったり、返さなきゃいけないメールが返せなかったり、いろいろこうあとはねこう時間にこう出かけて目的地に行く前に何か見つけてしまってそこにもう3時間も4時間もあのかかってってなってしまったり、はい、もういろいろなことがですね、もう本当に生きづらいというかですね、なんていうかあの皆さんからは想像ができないかもわからないようなことが起こってしまってご迷惑かけてしまうようなことがまあ稀にではなくて結構頻繁にあるんですよね、はい、まあ、そういったことをこの、まあ、いわゆるそのマイノリティ側というかその一般の皆様とは違う側からするとその皆さんと違うもの、人たちがいるっていうことは、まあ、よく理解ができるんですね、逆にね。そうするとですね、このまあ、他にもいろんなタイプのマイノリティがいるっていうことが、まあ、隣を見ればああそういうことなのかそういうことなのかっていうことがよく、まあ、見えるというかですね。でその多様な皆さんをこう理解し合い、こうなんて言うんでしょうね、尊重し合うというような世界ができれば本当にこうまあなんていうかな、平和で皆さんがこう生きやすいというかですね、世界になっていくのかな、社会になっていくのかなと、そのことをこうまずはあの理解を促進するっていうことで、ね、解決の一助になるのかなと思いまして、そのダイバーシティ、多様性についてですね発信もしていきたいなって、考えてるんですよね。はい、の源さん、あ、どうぞ木下さんもご感想があったら教えてください。そうですね、やっぱり心理に特徴を持っておられる方というのは芸術家ほか才能を持った方は皆そうではないかというぐらいよくあることですね。で、まあ、現代の方は心理療法なんていうのかね、その層の中に人をこう引き戻してあげるというか、こう日常に回帰させてあげるということのようなんですけれどもね、その限りじゃないというのは、まあ、お医者さん自体に、ね、おっしゃっていることなんですよ。本当の解決ってね、その今まで その日常と言われていたところに、うん、また戻っていくというだけではないということが言われています。ただ現状のだから心理的な療法というのはそういうものだなと思って、まあ、私がどう思うかというとだから、まあ、この世っていうのはだからこう仮想的であって、でその現実と言われているものもだからいろんないっぱいあるそうのうちの一枚をですね、それが現実だとみんなで思おうということです。だから総選挙とかもそうです。だから選挙で勝ったんだからそこの層が正しいだろう、そういうふうなこう決裁をしてですね、こう層をまとめるというような感じを民主主義と言っていたんでしょうけどね、まあ、これからはですね層の捉え方というもの自体がね、まあ、自由になっていくんだろうなという兆しが見えます。VTuber ですね、はい、VTuber というように、まあ、人が中心なわけですよ、はい、
その一つの正解に、一つの正しい正義がある、そこの、世界に生き方を、押し付けるというような形の直し方ではなくって、みんな違ってみんないいにゃみたいな、なんかみんな違ってみんな可愛いにゃみたいな、なんかそんな風に違いを受け入れ合うっていうことを表現する時にも、なんかこの猫 AI 猫アートちゃんの企画ってすごい素敵だなと思いました。その縮図のようにね、はい、その人間社会の多様性みたいなものをこう猫ちゃんを介してですね、この縮図のようにこう表現できる可能性があるなと思って、はい、でそのいろんな種類、いろんな、まあ、あの多様性があることをもっとこう喜ぶ、喜んで楽しむっていうかね、うん、あの人はなんか違うから排除しようとか、うん、あの差別しようとか、うん、あの追い払おうとか、うん、のけものにしようとか、うん、いじめちゃおうとか、そういうんじゃなくてですね、うん、でもちろんそういう方からする、あ、逆の立場からするとちょっとこう迷惑を被ったりする、皆さん一般の方もいらっしゃると思うんですが、そこへですね、まあ、この役に立つ場面っていうのをこうなんていうかな、あるということを理解し合ってね、まあ、例えばですけれどもね、あのいつも私が例え話に出すのが、あの赤血球と白血球のね、お話をすらさせていただくんですが、この普段赤血球っていうのはもう毎日毎日毎秒毎秒働いてるんですね。酸素を運んで全身に運んで、非常にせっせせっせと、まあ引っ越しで言えばせっせせっせともう一生懸命運んでるんですけれども、一方で白血球っていうのは体は大きいのに全然酸素運ばないんですよ。だ引っ越しの時に体でっかいのに何にも働かないっていう、まあ、存在なんですね。でお前働けよって感じあるんですけれども、いざ外敵がやってきた時にその赤血球、白血球はですね、あの命を懸けて、その外敵を退治したり、でその、まあ、あの死骸みたいなものが海になってるわけですけれども、そういうふうにしてですね、その時に赤血球は何も役に立たないんですよ。だから逆に言うとですね、そのいざという時のためにその白血球がいるっていうことを、まあ、理解し合う、し合って、まあ、普段なんかのんびりしてたりしても、まあ、多めに見てあげようと、何か役立つ場面があるんだろうと、ね、いうことがあったりしてですね、その多様性を、なんで多様性があるのかっていうその心理っていうかですね、何かの理由があってやっぱりあるんですよね。そこをまあ、お互いに理解し合って、尊重し合って、まあ楽しく生活できる社会になるといいなっていうね、ことを、まあ、この猫ちゃんを通して発信できたらいいかなとね、はい、思っている次第でございます。はい、はい、そうですね、ありがとうございます。本日ゲストにお越しいただきましたのは、舞楽座の、総司家元源幸四郎さん、そして人と猫の共生を図る対策会議代表の内田明さんです。そして木下博之、経済総合分析、木下博之さんと増山玲奈でお届けしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ